ジュコフスキー空港は、ロシア連邦モスクワ州、ジュコフスキー、ラメンスコエにある空港、ラメンスコエ空港とも呼ばれる。ジュコフスキー空港2011年、空港ターミナル完成予想図冷戦時代から、旧ソ連の核設計局の開発する軍用機のテスト施設として利用されており、ソ連版、スペースシャトルとも言われる、ブランの試験もここで行われた。 現在では、ロシア非常事態省をはじめとする政府関係機関や、航空貨物輸送の拠点として利用されているが、2016年3月15日より、民間旅客便を受け入れる。この空港は、MM グロモフ記念航空研究所の一部であり、2年ごとに行われる航空ショーである MAX の会場になっている。また、ザギーもこの空港に隣接している。 民間機が利用可能な空港としては、中国のチャムドバンダ空港に次いで、世界で2番目に長い5402メートルの滑走路を持っている。フライミグによって、東空港を拠点に民間人向けの戦闘機体験登場が行われており、外国籍のものでも利用可能である。ミグ -29 及びス -27、ス -30 によるフライトが体験できる。 複座型の戦闘機に同乗する形であるため、パイロットライセンスなどは不要である。2011年3月29日、ロシア連邦の大統領ウラジーミル・プーチンは、チャーター便や格安航空会社便をラメンスコエ空港にすべて移転させ、モスクワのシェレメーチエボ国際空港及び、ブヌーコボ国際空港の過密化を防ぐ政策を提言した。2015年までには、 LCC ターミナルを含む多機能施設が建設され、2017年に第2ターミナル、貨物ターミナルを建設する予定になっている。2019年末までに旅客約1000万人、年、貨物2万5000トン、年を取り扱う能力を持たせることになっている。2016年3月15日より民間供用を開始した。2016年5月30日、 ジュコーフスキー空港の開業式典が行われ、メドベージェフ首相が開港を宣言した。2019年1月現在バス、バンに乗って、終点のオッディフ駅まで行き、そこからエレクトリー地下に乗って、カザンスキー駅に到着。または、バス441番に乗り、終点の地下鉄、コテルニキ駅まで行き、そこから、モスクワ地下鉄タガーンスコクラスのプレイスネンスカ野戦で、 市中心部へ向かう。ありがとうございます。